はい、どうも、楽しおしご飯の時間ですよ。今日はですね、珍しいですよ。いいんじゃないかな、もう。キジマが、この、単独で、チャーハン、だらけチャーハンとかと一緒じゃなくて、カップ麺の焼きそばじゃない汁が入ってるやつを、行くのは珍しいですよ。こちらでございます。いつだったかのライブかなんかでも話した、どん兵衛限定プレミアム日清のやつの、史上最もっちもっち麺のきつねうどん。反対からやってるから、順番も読む順も間違よくわからなくなって、たどり着いた究極の麺、もち小麦塩、米印2、米印1はどっち、史上最、はい。どん兵衛史上、かっこ即席麺としてってこと。うん。に、もち小麦 30%、ああ、30% です。そうですか。ということです。史上最高だそうです。で、後から入れるこれもあります。これまだ入れません。光っててね、分かりづらいんだよ、これ。もうしょうがない。山椒。和山椒、和山椒、香り華やく、彩り七味。ああ、もう確かに見た目から全然違う。ちょっと待ってくださいね。あ、久しぶりだな、カップのうどん。久しぶりだな、汁の、久しぶりだ、麺。ちょっと待ってね、こう分かるようにして見てください。この麺見てください。あー、もっと近づけた方がいいか。こうです。全然違いますよ。もう楽しみ。いただきます。美味しいね。久しぶりに。たあー、白美味しい。こんなに美味しかったっけ。何美味しかったっけ。うん、本当だ、本当だ。もちもちしておって美味しい。8分ですから、これ8分ですか、いつも5分ですか、3分ですか、これ8分ですから。ちゃんと分かってないけど、いや、これ美味しいな。優秀だな。そろそろ入れますか。うん。ああ、一旦揚げ行こうか。一旦揚げ行ってから。揚げもこんな分厚かったっけ。最近食べてないから分からんけど、こんな分厚かったっけ。うん、うん、うん、大丈夫か。今垂らしたか。大丈夫か。バン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 。このかまぼこだってこんなたくさん入ってましたっけ。子供の時たまにこれカップ麺食べる時、きつね食べる時、こうやって甘いこれが美味しくて、こうやって当時は多分まだ赤いきつねしかなかったと思うけど、こうやって吸って、こうやってまた汁につけて、こっちまた吸わして、こっちまた、こうやったらずっと美味しいよってやった覚えがあります。美味しいよって僕が弟に言ったのね。誰かに僕が言われてんじゃなくて、僕がこうやったらそうやって何回も美味しいよっつって。ああ、お腹鳴ってる。言った覚えがあります。ちょっと待ってくださいね。そ
して弟は、あー香りがいい、まだ、あーいい香りだね、いい色だね、七味後乗せサクサク、天ぷらとかじゃないとき、普通のガリガリの天ぷらを後から乗せるとサクサクしてカリカリして美味しいよっつって後から乗せてやってました。大したもんです、大した発明です。七味、あーいい香り、確かにこれはいいわ、あーいいな、美味しいね、あー七味でもいいね、やっぱなくても美味しいけど入れてもまたね、あ、うん、出汁だよ、いい七味だよ、はあ、もうなあ、カップ麺も美味しいんだ、お店は大変だな、カップ麺即席麺でここまで来ちゃうんですから、持ち合えて入れたりとかしたらもう最強だよなこれね、そしたら力うどんになっちゃうんだね、力きつねうどんになっちゃうんだね、きつね力うどんなのかな、最高だな、そしたら、70歳になって食べても、80歳になって食べても、90歳、いくつになってもこの美味しいんだろうね、カップ麺っちゅうのは。これもちろんラーメンもいいんですよ、ラーメンも、でもこのうどんとかそばのね、この和風のこれよ、溺れるとこ今溺れるとこでした、どん兵衛で溺れるとこでした、揚げに、はい、揚げが吸い込んでおった汁、つゆで溺れるとこでした、いや、8分のやつ久しぶりに食べたっていうのと、8分でもちもちの麺だったっていうのと、この食感、七味も良かったな、非常に美味しかったな、また売ってんのかな、ちょっと限定らしいですよ、僕は10日ぐらい前に買ったやつかな、僕は確かどん兵衛の日清の限定プレミアムどん兵衛、史上最もっちもち麺、たどり着いた究極の麺、もち小麦仕様のきつねうどん、8分ちゃんと立ってるかとか分かってなかったですけど、しっかり麺ももちもちで、白きつねもねじゅわっと出てきて溺れそうになるぐらいめちゃめちゃ美味しかったです。またなんかこういうたまにはね
汁物でもいいんじゃないかな。寒くなって寒いですしねいいんじゃないかなと思って、またやるかもしれないです。焼きそばばっかじゃなくて今度はこういうのもやるかもしれないです。今日もとても美味しかったです。やるかも。ごちそうさまでした。